ユーミン、荒井由実さんのですね、3枚目のアルバム、コバルトアワーなんですが、これ1975年に発表されてるレコードなんですよね。全部これいい曲入ってます。で、この当時のアルバムって大体曲10曲ぐらいなんですよね。で、これも A 面 B 面合わせて10曲入ってるんですけど、最初の曲がコバルトアワーですね。アルバムのタイトル通りコバルトアワー。飛行機のね、音から入ってきてね、曲始まっていくんですけど、それがなかなかいい感じなんですよね。で、2曲目、ご存知、代表的な卒業写真ですよね。卒業式の定番ソングですよね。あと、ルージュの伝言とか、航海日誌、ジャイニーズスープですね。少しだけ片思い、雨のステーション。いろいろね、いい曲入ってるんですけど、この一番最初の曲のね、コバルトアワーってあるんですけど、これの中にね、車が出てくるんですよ。いすゞのね、ベレジーっていう車なんですけど、このユーミンのね、詩の中にこう、車が出てくるっていうのね、2つあるのかな。これとね、あと、なんだろう、コルベットかな。会社ですけどね。日本車じゃないですけど。あと、緑のクーペとかね。そういう車がね、結構ね、出てくるんです。コルベットはね、今のシュバレーコルベットは、こんなスーパーカーみたいなやつですけど、ユーミンの歌に出てくるのは、レトロな昔のコルベットですね。この車です。コルベットもそうなんですけど、当時のアメ車の、このテールのデザインってこういうのが多いんですよね。多分、これが流行りだったんだと思うんですけど、このフィンがね、印象的です。はい。で、このベレジっていうのは、ベレット GT っていう、イスズの車なんですよね。イスズっていうと、トラックのイメージがありますけど、当時はね、乗用車も作ってたんですよ。で、代表的なのがこのベレットと、あと、117クーペっていうのがね、もうこれはね、めちゃくちゃかっこよかったんですけどね。当時ね、この117クーペに、ナンバープレートはね、117っていうのをつけてる人もいて、これ当時ね、数字選べなかったはずなんで、なんかその運輸局に知り合いとかいないとね、これ絶対無理だったはずなんですよね。もうほんとね、スタイルいいんですよ。で、ベレージュはちょっとよくわかんないんですけど、117クーペは十字路がデザインした車ですね。なので当然かっこいいんですけど、この2台ね、今、ミニクーパーだとか、フォルクスワーゲンとか、今風にアレンジして売ってるじゃないですか。で、それやってくれたらね、すごい売れんじゃないかな とかね、思うんですけどね。ただまあ、乗用車はね、今もう5つは作ってないんで、あれなんですけど。あと、ジェミニとかね、ありましたね。結構ね、乗用車、人気のあった乗用車ってね、イメージあるんですよね、5つは。で、ユーミンの曲の中に、この車の名前が出てくるっていうことは、当時おしゃれだったっていうことなんですよね。ユーミンってね、これ持ってたかなっていうぐらい、の感じあるんですよ。この人、八王子出身じゃないですか。八王子からなんか車の中央自動車道に乗って、どっかドライブ行ってできたのは多分中央フリーウェイだったと思うんですよね。中央自動車道が中央フリーウェイになっちゃいますからね、ユーミンの場合は。さすがです。で、ユーミンどっちかっていうと横浜のイメージがすごい強いんですよね。僕も最初ね、横浜出身なのかなと思ってたら八王子だったんですよね。でも曲の中には横浜とかね、横須賀とか、あそこら辺のこう地名がすごいこう出てくるんで、なんかあそこら辺にね、横浜出身のね、人かなとは思ってたんですけど、違いました。ちなみに、クレイジーケンバンドの横山さんもこのカバーっていうか YouTube にね、上げてらっしゃるんですよね。それもやっぱりね、ベレジー絡みなんですけど。そうね、ベレット 1600GT、略してベレジーはね、日本が誇る1960年代の高性能スポーツカーだけどね。でね、めちゃくちゃこうスペーシーなスタイリングでかっこいいでね。はい、というわけで、荒井由実さんからのリクエストです。きらめく恋の思い出はベレジーと共によみがえる。クレイジーケンバンドでコバルトアワー、いいね。リンク貼っておいたんで見ていただければと思います。で、ユーミンのね、歌詞ってすごいいいんですよね。で、当時ね、思春期の頃はもう曲しか入ってこなかったんですけど、後々大人になってくるとね、このユーミンの歌詞がいかに素晴らしいかっていうのは感じさせられました。ソーダ水の中を貨物船が通るとか、膝に開いた短編集も風がめくっていつの間にかエピローグとかね、すごいこう情景が思い浮かんでくるんですよね。だからすごいこの詩に対してもこの人の才能すごいなと思いますね。あの曲だけじゃなくて。で、ネット上のニュースにもこんなタイトルのね、記事もありますよね。撤退が残念すぎる。惜しまれ愛され続けるいすゞの名乗用車4選。
まあこれこの中にね、117クーペ、ジェミニ、ピアッツァ、ビッグホーンってあるんですけど、ピアッツァも十字野郎デザインの車でしたね、確か。なかなか個性的な車作ってましたよね。この中にベレットも入っててもいいと思ったんですけど、またちょっと世代が違うんでしょうかね、ベレットは。これがベレットのクーペですね。これ今見てもかっこいいですよね。本当になんか今風にアレンジして、作ってくれたらかっこいいよな。買っちゃいそうですよね。で、当時はね、大体セダンとね、クーペ、両方あったんですよね。今、日本車はほぼクーペっていうのがもう少なくなってますけど、なんかドイツ車とか見ると結構ね、ベンツ、BMW もそうですけど、クーペってあって、需要があるんでしょうね。まああんまり走ってはいないですけどね。一応需要はあるにはあるんじゃないかなって思います。まあ日本で作っても多分そんなにね、売れないんじゃないかなと思うんですけど、2ドアってね、不便なんですよね。昔、うちの兄貴がスプリンターのトレノかなんか乗ったんですけど、やっぱり2ドアって後ろも乗りにくいですしね。4ドアはドアも開けやすいし、乗りやすいですよね。スプリンターのこの方ですね。角張った感じの車なんですけど、スプリンターっていうとね、どっちかっていうとアニメのイニシャル D のイメージが強いんですけど、これその前の方だったかな、確か。で、2ドアだとどうしてもね、ドアでかくなっちゃうんですよ。だから大きく開かないとなんか乗れないし、やっぱりフォードが実用的ですよね。で、117クーペはね、これが初期モデルですね。で、後にヘッドライトが角面になったんですよ。で、当時の車ってね、丸いのしかなかったんですよね。この117クーペだったかどうかは記憶にないんですけど、角型のライトに変わってって、で、その後に異形ヘッドランプっていうか、車に合わせていろんな形のね、ヘッドライトが多くなったんですけど、でも、なんかね、今の車ってほら、カバープラスチックじゃないですか。あれね、しばらく乗ってるとこう、黄ばんでくるんですよね。スマホのケースみたいに、ツヤなくなってね。あれが嫌で、ヘッドライトはガラスの方がね、なんか、いいんじゃないかなって思うんですけどね。あとね、イスズの車で好きだったのが、このジェミニですね。ジェミニはね、この方が一番好きですね。この角張ったやつ。まあ、車のデザインってどうしてもね、角張ってるやつと、こう、丸いのがなんかこう、交互に来てるような感じじゃないですか。なので、当時はね、これ、かっこよかったですよね。で、やっぱ、まあ、なんか昔の車いいですよね。かっこいいですよね。ハコスカとかセリカもそうなんですけどね。今、こう、ネットでこういろいろ昔の車も画像出てくるんで、結構ね最近見てるんですけど、かっこいいですよね。本当にね、ベレジーはね、かっこいいです。はい、以上でした。